ゆきとさんどうしてそんなことするかなダメ私先週の予告から楽しみにしてたのほらすごくかわいいよ 一緒に見てようよそろそろお風呂入らないとねお湯入れるそ、どっち先に入るじゃあ行ってくるね また、お母さん、ナヤに突っ込んでる。迎えに行ってくるね。ただいまやー。イソウはまだ寝てないやるなー。ユキトさん起きてるけど。 飲め。……なんやって？……みすず？は、はい。あんたも飲むんや。……私、未成年 ミスズ、重大な秘密を教えたろ。実はな、あんたの出生届、十年も出すの忘れられてたんや。だからオッケーや。わ、わたし、おばさん。そ、おばさんや。 かおういざ、どうして二人に殴られるかなほら、みすず、なんかつまみ持ってくるんやんうんうちは着替えてこーった。 さて、今夜最初のコーナーは隠し芸大会イエーイほな始めてやうちらは観客やん波スズ うん観客あのねお母さんゆきとさんすごいんだよすごいことできるんだよえっとなんだっけどうしてそんなこと言うかな私、あれ大好きなのにな やったよっしちゃあんと男前やん楽しみみすず。ミスズ これ落ちないんかうん、ないみたい。あかん、こいつセンスないわ。あ、ゆきとさん落ち込んだ。でも、すごいよね。種も仕掛けもないんだよ。そんなん関係あるかい 糸で釣ってるんが見え見えでもおもろいほうがええわわ自ら納屋に行こうとしてるしアハハハハハハ別にそんな才能なんてなくてもええやん居候飲んで忘れよ ほら、ミスズ、ここ来。いざ貸したるから。いいよ。子供じゃあるまいし、外で涼んでこようっと。はああ、逃げられてもった。 アホ冗談や。あの子がうちなんかに甘えるかいな。うちみたいな解消なしにな。うち、親なんかに向いてないね。ずっと一人でおればよかったわ。気楽でええね。誰にも文句言われへん。 それにあの子、変やしなあの子と一緒に居続けたらそのうちわかるわでもあの子あんたといるようになってから元気になったからできたらずっと友達でいたってうちではもう無理やからな ふふふ、<laughs> 突っ込んでや、もう。嫌や,やわ。オーラ飲み。んなんやって あんたうちに説教しとるんか納屋行きあっユキトさんも涼見に来た違うあ、納屋 お母さんに、変なこと言っったそれはダメだって。お母さん、まだまだ若いって思ってるんだから私もこの前お母さんはもう年なんだからって言ったら叩かれた。 私もわかんない聞いてもそんなこと知らんでも生きてゆけるやろうとか言って教えてくれないしとにかくお母さんの機嫌は損ねないようにしないとね そうかな。でもちゃんと怒られたりお仕置きされたりしてるよ学校でもないのに水入ったバケツ持たされて廊下に立たされたりするの前玄関からお客さん入ってきて見られたことあるびっくりしてた。 すごく恥ずかしくてみすズちんピンチって感じだったね変だよねでも変だから楽しいけどね。 そんな大胆なことするなんてねどこの家の人かしら見ない顔だったわよあユゆきとさんおはよう。 うん、河原崎さんのうちでなんか泥棒だって牛乳盗まれたって若くて長身のとっぽい兄ちゃんだってユキトさんこっち向いてほしいな納屋でちゃんと寝られたかなって目の下にクマできてないか見る からこっち向くの。これ牛乳。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 牛乳 だって牛乳の味したものそれって牛乳って言ってるのと同じ謝りに行こうお向かいさんなんだから謝って仲直りしておかないとダメ。 どちら様あら、神尾さん家のみすずちゃん、どうしたのえっと、犯人あら、この人よ、この人みすずちゃんのお知り合いはい、知り合いです 私のうちだと勘違いしたらしくて。やそう。じゃあ仕方ないわね。ユキとさん、ほら。わ、違う違う。ごめんなさい。 牛乳のお代弁償しますんでえっとおいくらですかいいのよ今後こんなことがないようにしてくれればそれですみません助かります今月のお小遣い残り少なくて美鈴ちゃんも大変みたいねいえいえニフフさあ行こ 多分自業自得今朝は朝食抜きだってもう時間ないうん夏休みだけど補習あるの。 遅刻多いし成績も良くないしね「補修まで遅刻できない」「行きがけのお店開いてると思うしそこで何か食べ物買おう」「我慢我慢」 はいはい歩いて歩いて着いたうん武田商店パンや駄菓子縄跳びまで売ってる何が欲しい よねパンぐらいがいいよね買ってくるねユキトさんってば大げさえっと メロンパンでよかったかなわっつまったはい飲み物。